皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はついに八冠を制覇してしまった藤井竜王名人に対するプロ棋士たちの反応を紹介するぜ。八冠達成の可能性はみんな考えていたとは思うけど、本当にやり遂げちゃったわね。今年の王座戦は藤井八冠にとっても楽な戦いではなかったはずだぜ。タイトル戦だって大逆転勝利をものにしてるし、6月にも村田六段に大逆転してるんだ。逆転勝利ということは、それだけ不利な局面には持ち込まれたってことだからな。辛い場面を乗り越えての王座獲得だけに、藤井さんの喜びも大きそうね。それでも、手放しで浮かれる感じじゃないのが実に藤井聡太らしいんだぜ。その辺のコメントも紹介するから、期待しててくれ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。まずは、先日日本将棋連盟の会長に就任された、羽生善治九段のコメントだぜ。八冠達成誠におめでとうございます。継続した努力、卓越したセンス、モチベーション、体力、時の運、すべてが合致した、前人未到の金字塔だと思います。今後も将棋のさらなる高みを目指して前進を続けられることを期待します。昔七冠制覇を成し遂げた羽生さんが、今度は八冠制覇した藤井さんを祝福するなんて、なんかドラマチックよね。ちょうど羽生さんが会長になったばかりの時期だしな。前時代の覇者が、新時代の覇者を会長として祝福するのは形としてもとても綺麗だぜ。羽生九段といえば、今年の王座戦の挑戦者決定トーナメントでは、準決勝で藤井八冠と対戦してるんだ。そこで自分を破った上での王座獲得だから、なおさらスッキリした気持ちでお祝いできそうだぜ。自分に勝った相手が好成績を収めると、なんとなく自分も頑張った気になれるのよね。ちなみにその時の終局後インタビューでは、非常に勉強になった一局でしたと言ってるぜ。羽生九段でも、戦いの中でいろいろ学ばせてくれる相手っていうことになるな。藤井八冠という絶対王者の誕生で、羽生さんが奮起する未来もあり得るのかしら。今現在の棋士のレーティングでは、羽生九段は4位だぜ。並いる若手の強豪棋士を抑えつけて、そんな順位にいられる53歳というのも化け物だ。化け物同士の異世界頂上決戦だって、まだまだあり得る話だと思うぜ。最初に藤井さんの八冠を崩す棋士が羽生さんだとしても、おかしな話じゃなさそうね。ゴジラは化け物だろ？急に何言い出すのよ？ゴジラと言ったらいろんな建物を崩してきたじゃないか。東京タワーとか？羽生九段は藤井八冠の偉業を金字塔って表現してるだろ。金字塔はピラミッドのことらしいんだが、東京タワー壊せるならピラミッドだって壊せるだろ。羽生九段にはゴジラとして、ピラミッドに挑んでもらいたいぜ。では次は、佐藤康光九段のコメントだぜ。藤井聡太八冠誕生、誠におめでとうございます。素直に敬意を表したいと思います。棋士になって約7年、タイトル戦で一度も負けることなくということで、同じ棋士として信じられません。一局勝つことすら大変な中で、全タイトルを保持することは本当に信じられません。大変な偉業であることは間違いありません。そんな信じがたいことが、自分の生きてるうちに2回も起きるなんてね。羽生九段が七冠取った時は、佐藤九段自身がそこに立ちはだかる障害だったわけだけど、そういう独占を許してしまったことは、棋士として歯がゆいものを感じたらしいぜ。藤井八冠の誕生も、棋士としてはそれでいいのかという気持ちはあるみたいだ。独占を許すってことは、実力の差を見せつけられるってことだものね。その点では、ひふみんでおなじみの加藤ひふみ九段はどう思ってるんだろうな。佐藤九段は二度目の経験だけど、ひふみんは三度目の経験になるはずだ。大山康晴十五世が五冠独占を達成してたからな。昔、まだタイトルが五種類しかなかった時代だったかしら？そうそう。その後の中原誠十六世は全冠独占こそできなかったものの、六冠中五冠を制覇するところまでは行ってるんだ。そうしてみると、将棋界では定期的に絶対王者が誕生しているとは言えるんだぜ。時々化け物が出てきて暴れ回るのは、仕方のない世界なのね。ちなみに大山十五世のタイトル獲得連続記録が19期なんだ。藤井さんは今何連勝中だったかしら？八冠達成時点で、18期連続獲得だぜ。じゃああと1回じゃない。この記録も追いつきそうではあるな。ただ、大山十五世は約4年間タイトルを独占し続けたけど、この記録を超えるのはすごく大変だろうな。タイトルの数が多いものね。そんなに長く全部は守りきれないと、普通はそう思うよな。でも藤井さんだったら5年くらい独占してもおかしくなさそうよ。
いつまで独占が続くのかも気になるところだぜ。では次は、藤井八冠のお師匠さん、杉本八段のコメントだぜ。王座獲得、そして史上初の八冠達成本当におめでとう。どんなに険しい道でも臆せず挑戦し、考え抜いて最後は必ず正解にたどり着く。それは私たちが持っている人間力を大事にして、その能力を従前に発揮したからでしょう。全冠制覇も藤井八冠にとってはゴールではありません。これからも自分の信じる道を突き進んでください。ということで、さらなる精進を期待したコメントになってるぜ。タイトルは全部取っちゃったけど、それでもまだ目指す先なんてあるのかしら。普通の人間だったら目標を見失ってしまうところだが、どうやら藤井八冠にはまだまだ進むべき道が見えてるようだぜ。普通だったらエンディングロールが流れるところなのに、ゲームで言えば、隠しダンジョンとか、裏ボスに挑戦する場面だぜ。藤井さんがゲーマーだったら、相当なやり込みプレイヤーでしょうね。エンディングのないゲームを、どこまでも追求するタイプかもしれないな。お師匠さんとしては、藤井さんの八冠が嬉しくてたまらないんでしょうね。そりゃあもちろん喜んでるさ。第4局で決着をつけてほしいとも思っていたようだ。早く八冠誕生を見たかったのかしら。杉本八段は永瀬九段をとても高く評価してるんだぜ。最終戦までもつれ込んだら危ないという思いがあったみたいだ。ただそれと同時に、フルセットまで行って最終局で決着を見たかったとも言ってるぜ。言ってることが食い違ってるけど、杉本八段も棋士なんだ。永瀬九段の内容はとても良かったからな。あそこまで行ったら勝ち切ってほしいと思うのも、棋士の率直な感覚なんだぜ。永瀬九段もすごく惜しいところまで行ってたものね。杉本八段も、指した瞬間にミスをしたと気づいたはずだと言ってたぜ。どうしても、一分将棋ではそういうミスをしてしまうものらしい。特に、藤井八冠のような化け物の持つプレッシャーの前では出やすいみたいだぜ。相手が藤井さんじゃなかったら、間違えなかったのかしら。そういうことも、十分にあり得るな。杉本八段は、3勝1敗で永瀬王座が勝ってもおかしくないような内容だった。藤井八冠の一角を崩す最有力候補は、永瀬前王座だと思います。と結んでるぜ。そうね。二人の戦いはまだ終わってないもの、これからまた何度もぶつかることになるはずよ。では王座戦の対局相手だった永瀬九段のコメントも紹介してみるぜ。結果としては残念に思います。前の棋聖戦よりは差が縮まったように思うのですが、終盤にチャンスが来た時に決定力が足りないことが、2局続いてしまったので、そこは何とかしないといけません。自分なりに全力は尽くして、実力は出せたと思います。という風に、終局後のインタビューに答えてるんだ。大楽天負けの後で、悔しさは滲むけど、やりきった感はあるわね。悲観せず、一歩一歩今まで通り頑張っていきたい。そうだから、まだまだ諦めてないぜ。大一番だから特別な意味があるのはわかるけど、将棋はもともと最後に間違った方が負けるゲームだし、こういう逆転負けは今までだって経験あるはずだもの。まあ、それはそうだよな。最後に力尽きてうっかりしてしまったのだとしても、それがその人の実力、というゲームだ。だったら、これからも精進して、実力を高めていくしかないよな。永瀬九段は特に勤勉で、勉強熱心で有名な棋士だし。努力して強くなったんだもの。諦めなければまだまだチャンスがあるはずよ。いいところまで行ったのに、最後の最後で間違って楽天負けしてしまったわけだが、これを悪い方にばかり捉える必要はないと思うんだぜ。どういうことよ？以前紹介した、渡辺明九段の言葉を覚えてるか？ふ、何を言ってるのよマリサ。お、さすがに霊夢でもそのくらいは覚えてるんだな。散歩歩いたら忘れる私が、そんなの覚えてるわけないじゃない。威張るんじゃない。だいたい、足がないのにどうやって散歩歩くんだぜ。細かいことはいいのよ。で、渡辺さんがどうしたのよ。渡辺九段はこう言ってたんだ。負けた将棋にはチャンスがなかった。もっとチャンスがないと、結果はついてこない。ってな。そういえばそんなことを言ってたわね。今回の王座戦では、負けた永瀬九段には間違いなくチャンスがあったんだ。あの渡辺九段すら、まずはチャンスが必要と認識してるのに、永瀬九段はそれはもう満たしてるぜ。あと一歩、ほんのちょっと指先が伸びる程度で勝利がつかめるところまでは言ってたんだ。杉本八段もあと3秒あれば永瀬さんが勝っていた、と言ってるくらいだからな。本当に惜しいところだったのね。ということは、永瀬九段は十分に結果を出せるところにいるぜ。次の対局でどっちが勝つかなんかわからないくらいにな。そう言われると、今回の敗北は残念だけど、
これからの戦いには希望が持てるわね。今までは誰が藤井聡太からタイトルを守れるかがテーマだったけど、これからは誰が藤井聡太からタイトルを奪えるかがテーマだからな。そこで永瀬九段が活躍するのは期待できそうだぜ。それでは最後に、藤井聡太八冠自身のコメントを紹介してみるぜ。これまでも藤井八冠は勝って兜の大グーグーにきつく締めるタイプだったんだが、八冠制覇を成し遂げてすらも、その姿勢は変わってないみたいだぜ。このような結果を残せるとは思っていなかったので、とても嬉しい。プロになってから振り返ってみてもあっという間で、特にタイトル戦では、自分が思っている以上にいい結果を残せました。今回の王座戦も苦しい将棋が多く、実力不足を相変わらず感じていますので、この地位にふさわしい実力が身につくように、これから一層取り組んでいかなければならない。まずは実力をつけて、面白い将棋を指したいです。羽生善治九段は七冠制覇後もずっとトッププレイヤー、として活躍されているので、自分も息長く活躍できるように目指していきます。というわけで、もうゴールしてもいいよね、みたいなことは全く考えていないみたいだぜ。実際、もうゴールしてもいいよね。いいとは言えないが、ひとまずゴールした気になっても許されるはずだぜ。新しい目標についてはこれから考えます。でも全然おかしくないはずよ。ところがあの人は、まだまだ進むべき先が見えてるみたいなんだ。将棋成人っていうのはみんなあなのかしら。とにかく将棋が好きで、将棋のことしか見えない種族なんだろうな。そういう意味では、永瀬九段とは似た者同士だぜ。一緒に将棋の勉強してたみたいだものね。盤上ではライバルであり敵だけど、一緒に歩く仲間なんだと思うぜ。あれでしょ。強敵と書いて友と読むってやつでしょ。羽生世代にはそういう強敵が同世代に集まってたけど、藤井八冠の場合は離れた世代にいるんだろう。そうやってこれからも成長し続けた場合、藤井さんはどこまで強くなるのかしら。人間の限界まで強くなるかもしれないぜ。藤井さんが人間の限界に到達してしまったら、もう次の世代が出てこられないんじゃないの。それはそれで困るけど、そのうちまたヤバい奴が現れるんだと思うぜ。将棋界では定期的に化け物が出てきてるって言ってたものね。でも、藤井さんを超える化け物がどんな化け物なのか想像がつかないわ。現時点で事実は小説よりもきなりを実現してるからな。私もこれからどんな人が出てくるのかはさっぱりわからないぜ。でもそれは当分先の話だ。まずは藤井八冠の記録がどこまで伸びていくのか。しばらくはその話題が続くと思うぜ。途切れてほしくないような、誰かに阻んでほしいような、複雑な心境だわ。というわけで藤井聡太の八冠制覇に対する棋士たちの反応を紹介したぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく頼むぜ。それじゃ、まったねー。